哇，看到了。川井町、炎がどんどん広がってきて、注意しながら高い場所に避難してください。そして輪島市内、川井町、本町で現在。本日16時6分ごろ、石川を震源とする地震が発生をし、本日16時10分ごろ、石川県能登において最大震度7の強い揺れが発生をいたしました。また、志賀原子力発電所をはじめ、原子力発電所については現時点で異常がないことが確認をされております。合わせて人的物的被害については確認中です。国民の皆様におかれましては、引き続き震度7程度の地震の発生に注意をいただくとともに、揺れの強かった地域にお住まいの皆様は、自治体の避難情報のほか、テレビ、ラジオ、インターネットなどの情報にも注意をしつつ行動いただくようお願いを申し上げます。